たまやのアート。てめえだけは許せねえ。都議選中に無免許運転で人身事故を起こして書類送検された上、都議会を長期間欠場している木下富美子都議、お前たい召喚状を3回も受けながら体調不良で欠席し続け、給料だけはちゃっかりもらう。しかもその額が計527万400円。さらに12月1日時点で在籍しとけば冬のボーナス約200万円まで満額ゲット。ふざけんな。おい小池、小池都知事、あんたが持ち上げたんやから何らかの責任を取らんね。そういえば小池都知事も長期の体調不良で入院しとるね。今は退院しとるみたいやけど、木下都議は無免許は日常茶飯事、仮病で召喚状を無視しまくり、人間性に問題ありすぎやろうが、精神的には鋼の強さを持ち合わせとるね。全てはお金のためやないとか。とにかく反省して丸刈りにした上で、もらったお金を返した上で議員辞職ばせんね。っていうか、職務怠慢で完全に法律違反してるのに辞職させられないのは生徒としての不備ありすぎと思うんやけど、議員をいかに特別に扱うか守るかを前提で法律作っとるやろ。増税は果てしなくするわ、無駄遣いは過ぎるわ、大概にせんね。木下富美子都議、一刻も早く姿を現しなさい。国民の怒りはどんどん増幅するよ。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。